気になってる人もいるようなのでレポートしたいと思います。こっちが、S サイズだったかな、こっちが M もしくは M か L か忘れましたけども、こんな感じで M サイズに関しては上に取っ手がついてるんですけども、サイドにもついていて、サイドでも持ち歩けます。裏側はハニカム構造です。でここが連結部で、まあ、こうやって両手でね、持つこともできるんですけども、こっちが L サイズ、L サイズというか、M サイズというか、ちょっと大きい方ですね。中は、ここはハニカム構造になってて、中は本当にスペースがいっぱいです。これなんかね、中の仕切り付きのやつもね、あるみたいですけども、まあ、こんな感じですね。はい。多分これだとケーブル15メーターが3本とか入るんじゃないでしょうか。で、ここでこうロックするわけですけども、この下にですね、スタックしないやつは最初からこういう足がついてて、これを外すことでスタックできるようになるんですね。なので、積み重ねる系のやつは、外してあります。で、それをここにこう、置くだけで、こういう感じですね。それでこうスタックできると。はい。で、外すときは、ここを両側を、押すと、まあ、今ちょっと片手でしかできないんで、両側を押すと外れると。だから片手じゃできないんだっつう。よいしょ。よいしょ。はい。こういうことですね。ということで、ボッシュの非常に軽いケース。みんなで買ってスタッキングしよう。